さあ盛り上がってきました旧姓ラジオ、次はお便りコーナーです。みんないつもお便りありがとうね。海、今日はお便り来てたぞ。珍しく。さあさあ珍しくとか言わない。さて今日はどのお便りから読もうかな。一択だろ。ガサガサガサ、じゃーん、今日のラッキーリスナーはこの方だ。ラジオネーム恋するチワワちゃんさん、お便りありがとね。私は恋人がいるのですが、来年からお家の事情で遠くへ引っ越してしまうそうです。遠距離恋愛になるのでお互いの気持ちが冷めないか今からとても不安です。大丈夫なのでしょうか。だって、おっと、これは恋愛相談だ。大丈夫だからね、恋するチワワちゃんさん、私たちがズバッと解決しちゃうから。解決できるのか。海に、できるよ、こんなの簡単簡単。答えは気にしなくて OK。 電話もメールも SNS もある現代に生まれてよかった。恋の前には距離なんてあってないようなもの、どんなに離れてたって思い合えるよ。うわ、キモ、 J-POP かよ。相変わらず海は単純すぎ。ちょっとは不安になったりしないの？しない、単純でいいじゃん。シンプルイズベスト、ポジティブに考えよう。はあ、こんな悩みのないやつに恋愛相談したチババちゃん、かわいそう。だってさ、人を好きになるのってそういうことじゃない？え？こう胸のあたりがあったかくなってさ、ドキドキしてワクワクして、相手がキラキラ輝いて見えるの。こんな気持ちちょっとやそっとで消えるわけないって。大丈夫。海、その、それはそうなのかも。はい、そろそろお時間です。閉めて閉めて。ああ、そうだな。そんなわけで結論は、信じれば夢は叶う、思い続けることが大事。目を閉じればいつだってそばにいるよ、震える翼広げて羽ばたこう、でした。どうだったかな。ポメラちゃん、ありったけの J-POP 語使いやがって。あとチワワだし。閉めろっつったのに。もう次行くよ。ではリクエスト曲です。屋上のユリレイさん、フルコーラス、特典ドラマ CD、 通り雨。いやー面白い放送だったわね。ドキドキしちゃった、はあ、なんとか乗り切ったみたいだけど、聞いてるこっちがヒヤヒヤしたわ。そうね、勘のいい人なら二人の関係を見抜いてしまうかも。いっそのこと校内放送で恋人宣言しちゃえばよかったのよ。悪い虫も追っ払えて浮気の心配も減るしね。ねえ幸さん。めぐみらしい感想ね。ねえ、さっきの恋愛相談、めぐみならどう答えるの？遠距離恋愛ね。簡単簡単、幽霊になっちゃえばずっと一緒にいられるのよ。ねえ幸さん。本当にめぐみらしいわ。そうね、めぐみ、私たちこうしてずっと一緒にいるものね。最初は生まれた時代から違ったのに。そう考えるとすごいですよね。もう30年だっけ、一緒にいるんだものね。そうよ、30年って言ったら銀婚式超えて真珠婚式よ。おしどり夫婦なんだから。夫婦じゃないでしょう。でもね、ゆなさん、炎王のちぎりって知ってるかしら。中国の古い時代、死を超えてつながる夫婦のお話なの。炎王、おしどりはその絆の象徴。死んでなおラブラブな私たちにふさわしいですよね、幸さん。
はいはい、30年がすごいのは否定しないわ。死を超えてってあたりもあなたたちらしいし。ありがとう。それにね、ユナさん、死を超えてつながるのは恋人同士だけじゃないわ。私たちユナさんというお友達ができて本当に嬉しいと思っているの。ま、そうね、あくまでもお友達だけどね。これでも感謝してんのよ、ユナ。え、いきなり何ですか、サチさんもめぐみまで。ユナさん、別れて遠くに行っても私たちあなたのこと忘れないわ。ええ、あの時もそう言ったでしょ。忘れるわけがないわ。あんたが私たちのことこうして思い出してくれるみたいに、私たちだって。何を言ってるの、サチさん、めぐみ。会えて嬉しかったわ、ユナさん。またね、ユナ。あんまりメソメソしてたら呪うわよ。あ、消えた。ううん、そうじゃない、そうじゃなかった。ちょっと会いに来てくれて帰って行ったんだ。そう、二人とももう行ってしまった。この世に思い残したことを全部遂げて、もう半年以上も前のこと。その先生、こっちです。ねえ、ちょっと大丈夫ですか先輩。トウミさん、何してるの、こんなところで。しっかりして。うん、あ、目を覚ましました。よかった。トウミさん、大丈夫？救急救急車呼んだ方がいい？その先生、マキさんも。いえ、大丈夫です。ちょっと居眠りしていたみたい。居眠りって屋上でですか？土砂降りですよ。ここは屋根があるけどギリギリ濡れないってくらいだし、てっきり気分でも悪いのかと。屋上にいたら急に降ってきたから屋根のあるところに逃げて、しばらく止まないか待ってたんだけど、気がついたら寝てしまったみたい。座り込んだまま寝てしまうなんて、トウミさんにしては珍しいわね。疲れてるんじゃない？ちゃんと寝てる？大丈夫です、ちゃんと寝てますから。雨を見ながらサチさんとめぐみのことを思い出していたら急に眠くなったんだよね。もしかしたら二人が私を眠らせて夢の中で会いに来てくれたのかな。トウミさん、ねえ、本当に平気なの？ああ、すみません、ちょっと眠いだけです。というか、その先生こそちゃんと寝てますか？目の下にクマが出てますよ。あ、本当だ。あ、え、あ、うん、確かに昨日はプリント作るために夜更かししちゃったかも。先生、頑張りすぎたらダメですよ。辛い時は辛いってちゃんと言って人に頼らないと。それは大丈夫、大丈夫なんだけど。ねえ、そんなにやつれて見えるかしら。ここのところなんだかお肌の調子も良くないのよね。もしかしたら疲れてるんじゃなくて加齢が出始めてるとか。え、いえ、そんなことないです。先生は相変わらずお若いっていうか、幼いっていうか。そう、それならいいんだけど。いや、幼いっていうのはダメだけど、実は最近気になっちゃってね。お肌がたるんでないかとか、シワが出てないかとか、体力が衰えてないかとか。先生みたいにそのお若く見えるタイプでも気にしちゃうんですね。若く見えると言ってもあなたたちみたいにピチピチじゃないもの。いきなり老けたらどうしよう。冷められちゃうかも、飽きられちゃうかも、振られちゃうかもって思って。はっ。あらら、その先生口を滑らせちゃった。寝不足のせいかしら。違うの、今のは聞かなかったことにして。あ、はい、もちろん。ああ、そういうことですか。わかります、わかります。自分のちょっとしたところが変じゃない
情熱的というか前のめりな。私今はあまり会えなくなってしまったから余計に考えすぎちゃうんですよ。メッセージとかどんな風に返したらいいかなとか。聞かなかったことにしてって言ったのに。でも分かってくれてありがとうね。そう、考えても仕方ないことなのに急に不安になってしまうことってあるわよね。その恋人関係じゃなくてもどんなご縁においてもってことだけど。そうなんです。全然気にしない時とふと気になってしまう時があって、何なんでしょうねこれって。私自分のこともっと迷わないタイプだと思ってました。やっぱり環境が変わったからかな。マキさん、そのここだけの話にしてくれるならわかる。先生すっごくわかるわ。私の場合年齢という埋めようのない壁が立ちはだかってて。その先生と鶴峰さん、マキさんと相原先輩、前みたいにめぐみが覗き回って教えてくれるわけじゃないけど、きっとうまくやっているんだと思う。でもだからこそこの幸せがいつまで続くのかふと不安になるものよね。私にだってある。料理部のことを思い出していつの間にか気持ちが離れていることを考えて怖くなってしまう。けどさっきの夢で相変わらずの二人に会ったせいかしら、なんだかちょっと分かった気がする。きっとそれは気の迷い、心に降る通り雨みたいなものなんだって。あ、どうしたの遠見さん。あ、ごめんね、さっきから変なことばかり言っちゃってて。いえ、それはいいんです。誰にでもある気持ちだと思いますし、話の腰を折ってすみません。ただ雨止んだなと思って。え？ああ、そうみたいですね。さっきまであんなに降っていたのにもう綺麗に晴れてますよ。通り雨だったのね、よかった。それにあそこ虹が出てる。え？虹？本当だ。すごい、こんな大きな虹初めて見たわ。本当に綺麗。屋上から見える空の端から端にかかっていて、この景色ひなに見せたらどんな顔をするかな。ミキさんと一緒に見たいな。キリに見せたいわ。二人とも思っていることが口から漏れてる。でもわかる、私も同じことを考えていたから。胸が温かくなって自然とひなのことを思い出したの。あの、さっきはすみません、おかしな愚痴こぼしちゃって。ううん、いいのよ。そもそもきっかけは私だし。ごめんね、先生こそあんな話聞かせて。ちゃんと聞かなかったことにしますからね、マキさん。はい、もちろんです。っていうか私あの虹を見てたらさっきの悩みすっ飛んじゃいました。単純ですみません。だから私の愚痴も忘れてください。マキさんもなの？実は先生も虹を見てたらスーッと気が楽になっちゃった。それじゃあせーのでまとめて忘れちゃいましょう。え、そうしましょう。はい、せーの。夢に出てきたいつかの恋愛相談コーナー。あの時の私には一木さんの言っていることがわからなかったけど、今ならわかる。こんなに温かくてキラキラした気持ち、ちょっとやそっとで消えるわけがない。きっと大丈夫。そうよね、サチさん、めぐみ。